こんばんばは小畑です、えー、今日はですね、ツイッターの DM でジャンプって何ですかっていう質問を、えー、っといただいたので、まあ、それの動画作るとともに、ちょっと雑談みたいな感じで話しながら、えー、動画作っていこうかなと思います。ジャンプって何ですかっていうのは、えー、フットサルの守備の個人戦術で、 自分のマークする相手から離れてボール保持者にプレスをかけることっていうふうに自分の中では認識しています。誰が行うのかっていうのはこんな感じで誰が行うのかに関しては守備者1人目が行うジャンプと守備者2人目が行うジャンプで一応分けています。 1>, で1人目の守備者のジャンプっていうのはボール保持者のマークしている人がそのパスする先に、えー、2度追いみたいな感じで自分のマークの今これだと3番の選手を捨てて2番の選手へプレスボールを奪いに行く行為です。 えと守備者2人目のジャンプっていうのは,は4番のマークをついてるんですけどこの選手はボールなしマークでそのボール保持者に対して自分のマークを捨ててボール保持者に行くので、まあ、ダブルチームみたいな感じになるのかなジャンプした結果ダブルチーム2人でボールを奪いに行くっていう感じの認識で。 どのような種類があるかっていうところなんですけど、これはまあ中から外だったり、外から中だったり、前から後ろにジャンプしたり、後ろから前にジャンプしたりっていう感じですね。センターレーンからサイドレーンとか、サイドレーンからセンターレーン。で、えー、っと、1列目からライン間へとか、キーパーへジャンプとか、そん だいたいいいざっくり分けて4種類ぐらいかな。でいつ行うのかっていうのはさっきの、えー、このどのような種類があるかっていうのとちょっと似てるんですけどうどういう状態の時に行うか外へのパスに対して行いますで中へのパスに対してとかライン間のパスに対してキーパーへのパスに対して、えー、あとはピボに対してっていうのもあります でプレスがかかっているボール保持者に対してっていうのがあるんですけどこれはさっきあった守備2人目の選手が主に行う大体の図で言うとこんな感じですねさっきも見せましたけど、えー、自分の3番の赤3番は自分のマークは青3番なんですけど、えー、っとそれが外へのパスに対して えと自分のマークマンを捨てて2番の選手へジャンプする感じですね。でこれは、えー、と2番の守備者1人目の選手が、えー、外から中へのボールに対してうんと自分のマークを捨ててジャンプするとかキーパーへのパスに対して自分のマークを捨てて、えー、と左側からキーパー キーパーパへジで、これは、えー、っと、まあ、よくこの前や行われたワールドカップでも、えー、っと、イプレスするチームはよく、まあ、日本代表もやってましたけど、うんと、ライン間、もしくはライン上ですね、ボール、まあ、ライン前もそうなんですけど、えー、っと、 に入ってきた選手に対して守備1列目の選手今でいうとこの赤の3番の選手が、うん、とライン間ライン上ライン前のところに、えー、ジャンプしてボールを奪う行為ですあとこれはえっ、ー、とピボに対してってやつですかねピボへのパスに対してえっ、ー、と青4番の選手が自分の青4番の選手を あ赤4番の選手が青4番の選手のマークを捨てて、えー、青5番のピボに対してダブルチームです、ね。ジャンプをしてダブルチームをしてボールを奪う。まあ、自由にさせないっていう行為です。で、これがですね、守備者2人目のジャンプですね。 えと青3番がボール持ってて赤3番がプレスに行っててでボールなしの赤4番と青4番のマークの人が、えー、自分のマーク青4番を捨てて、えー、ボール保持者へボールプレスジャンプする行為になりますどういう時にジャンプを行うかっていうのは、まあ、チームによって 変わってくると思うので、まあ、チームによっては全くジャンプをしないっていうチームもあると思いますしそれはチームそれぞれによるんですが1、まあ、個の基準というか選択肢としてあるのが横のパスもしくは後ろへの自分のところよりも後ろへのパスが出た時っていうのは、まあ、あんまりリスクがジャンプしても。 ないので1個の基準で含まれるチームも多いかなと思いますで、まあこの5メートル以内っていうのもまあ、3メートルだったり6メートル7メートル8メートルだったりっていうのはあると思うんですけどここもまあ、近くですねボールパスを出したところからその受け取る選手の距離が、えー、だいたい5メートルぐらいの時は ジャンプしていいよっていうチームも多いかなと思います。で、基本的には中から外へのジャンプっていうのが、がするチームっていうのが多いイメージ、印象ですね。で、まあ、これはピボに対してっていう感じなんですけど、脅威になる相手にボールが入ったときに、まあ、ジャンプしてダブルチームを組むことで、その脅威を。 まあ二人で守ったり、まあ自由にさせない、いいプレーをさせないっていうところで行うチームもあるかなと思います。で、えっとさっきこれ二人目、守備者二人目の話でも出てきましたが、このボール保持者にプレスがかかっている時っていうところを基準にして、そのボール保持者が えとプレスに対してヘッドダウンしたり視野を奪われたり制限された時に対して守備者2人目がジャンプを主体的にする戦術を取る監督さんもいらっしゃるのでうんとまあ一つの基準として参考までに入れてる感じですでここからはちょっと映像を少し作ったのというかまとめたので。 こんな感じですよっていうイメージですねこの瞬間このフランスの選手が中外から中へのパスに対してえっと守備者1人目の選手が今ジャンプしたって感じですねこのサイドから中へのパスに対してそのまま距離がまあ近かったためジャンプそしてその まあまあボールを追いかける感じですねで前線でボールを奪って、まあ、最後はフィニッシュは失敗してしまったんですけどチャンスは作れましたねで一般的にこの外へのパスに対してっていうのが多いかなと思いますこの外へのパスに対して守備者1人目がそのまま外に追いやる追いやることでリスクを抑えながら積極的にボールを奪う戦術です でこれは、えー、と守備者1人目がそのままプレースに行くのでそのもともとのマークだったこの13番の選手に対しての守備者っていうのは、えー、1人目のジャンプした選手が中から行ってるので、えー、調整でこの間を守ったり縦の。 パスを守ったりして調整すすることが結構大切ですもしくはそのまま13番の選手にプレスをかけてこの2人でボールをここの位置で奪うっていう戦術あ狙いもあるかなと思いますがこの人と人の間にパスを出されるとピンチになるので、まあ、そこもうまく両足で守れるといいかなと思います。 これも結構、えー、っと、中の人から外へのパスに対して、えー、これは北九州湘南の試合ですね。北九州の5番の選手がパスに対してジャンプして、ちょっと番号わかんないですけど、この後ろの選手が調整して、ゴール前で、ボールはちょっと奪えなかったですけど、えー 相手でこれも、えー、一緒ですね中から外のパスに対して近づく後ろの選手は調整してパスをインターセプトえー、っと続いてがライン間のパスに対してですね、えー 守備1列目から2列目の間のライン間へのパス、この選手ですね。のパスに対して、えっ、ー、と、まあ、2人目の守備者が四角からプレスをかけに行くことで、まあ、ボール保持者にサプライズを起こして、まあ、なるべく高い位置でボールを奪うっていう戦術です。これは、 まあ、視覚から行うっていうことが結構重要かなと思います。このライン間に入ってくるのに対して、視野内から、視野の中からではなくて、視野外から、えー、っと今で言うとこの選手ですね、がジャンプして、2人でボールを奪いに行くっていう。これに、この前、えー、っとワールドカップの前に日本とスペインが親善試合やったんですけど、 その時の映像で1列目の逸見選手かながライン間のパスに対して四角から四角から四角から,角からえっとまあジャンプしてこのボール保持者に対してドレスがかかっ ますね、ここでボール奪えたらめちゃくちゃチャンスになるんですが惜しかったですね。これも一緒ですね。惜しかったですね。これも一緒で、えっと、これはライン間へ結果的にはダブルチームでボールを奪いに行く、まあ、奪いに行った形ですね。で、最前線でボール奪ってショートカウンター。 フィニッシュっていう感じになりますで。ピボに対してっていうのは、まあ、相手のピボに脅威があるときこれも一緒で、えー、ワールドカップ前の日本とスペインの親善試合の中で室田選手だったかなが、えー、行ったピボへのジャンプえー、っとベベス選手からソラーノ選手への 秒当てが入った中で、まあ、フィクソとピボの、えー、対峙っていうところでまあ空の選手に日本代表は以前ちんちんにちょっとされてるので、まあ、そこに脅威を感じてなのかわかんないですけど結構この試合はジャンプでピボに対しては対抗してたのかなと思いますでこれもマムロス選手が自分のマークマンが、えー、っとゴーしてないことを、えー、認知しながら 自分のマークマンとのパスラインを切りつつ、ピボへプレスをかけてボールを奪う。先日ですね。これも一緒ですね。ピボの位置認知して、ピボ入って自分のマークマンのパスラインを消しつつ、近づいてボールを奪う感じですね。で、えーと まあゴールキーパーへのパスに対してっていうのもありますね。うん、と守備1列目で効率したとき、まあ、最近だとよくキーパーへ上がって5対4のプレーが多いんですけど、うん、とそのキーパーに対する、まあ、特に足元がないとか、まあ、距離が近いとか、利き足側からっていうのがなんかまあ基準になるんですけど。 一つ自分のマークマンからキーパーへのバックパスが出たときにそのままの勢いでキーパーへジャンプっていう形です、ね、距離が近かったりするとキーパーへのジャンプして積極的にプレスをかけてマイボールにします。で、最後かな。で、ボール保持者に対してっていうのは ボール保持者にに対してとというこころがこちらになります、えー、っと1人目がこの14番の選手、おさすなかな、おさすな、ショタですね、ショタの選手が1人プレスかけてて、で、ジャンプするのは守備2人目になるこの選手ですね、このボールの状態を見て、自分のところに運んできたのを自分のマークマンを捨てて、プレス、でもう1人の1人目が調整っていう感じで。 前から積極的に、まあ、守備ラインを下げないで守るためにはいいかなと思います。これも一緒ですね。一人目のプレスに対して、二人目がプレスをかけて、前線でボールを奪って、ショートカウンターからのコール。って感じになります。 えっとまあ、基本的にジャンプ、まあ、簡単におさらいすると、えー、ジャンプっていうのは自分のマークする相手から離れボール保持者にプレスをかけることっていうところと、まあ、誰が行うのかっていうのは基本的に守備者1人目と守備者2人目が行います、まあ、特には1列目で行うことが多い戦術かなと思います で、まあ、どのような。で、いつ行うのかっていうのは、外へのパスに対して、中へのパスに対して、ライン間のパスに対して、ゴールキーパーへのパスに対して、ピモに対して、プレスがかかっているポール保持者に対してっていうところがあります。まあ、他にも多分いろいろあると思います。その辺はまだまだちょっと勉強中ですので。 この辺良くて、でまあ、最後に基準は何かっていうと、まあ、横もしくは後ろへのパスが出た時っていうのは、まあ、中から外外から中とかキーパーへのパス後ろへのバックパスですねが出た時っていうのと、まあ、距離が近い5メートル以内にパスが出た相手に対してっていう時とか、まあ、脅威になるさっき言うとピーボーの空の選手に対して2人でボールを奪いに行く。 ためのジャンプだったり、まあ、ボールポジションにプレスがかかっているときのジャンプだったりというところがあります。で、な感じで、えー、ジャンプについての雑談は終わりたいと思います、えー。動画をご覧になってくださった皆さんありがとうございます。また、えー、と何かしら出していきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまた。